はい、ご視聴ありがとうございました。今の聞いていただいて、全くドラムやったことない人の、これだったら俺できるんじゃないかなと思った方もいらっしゃると思いますし、結構中級上級者の人が見ていただいても、あ、こんだけでいけるんだと思ってもらったと思うんですね。要は骨格になるものをしっかり叩いていれば、そんなに音はいらないんですよ。で、その分、中上級者にはこの音の、要はつなげ方っていうのを、今から解説していきますし、これを、初級者の方、ここに譜面があるんですけど、この譜面とこの音源はこうメールマガジン登録していただいた方には差し上げますので、この音源に合わせてですね、この動画を見て見よう見まねでやっていただけたら1曲叩けますよ。で、その音源の音を鳴らしたら人前で披露もできますよっていう超特典付きの今日は動画になるわけですが、で、まあ、まず構成ですね。全く初心者の人のために、メロディーっていうのは、この曲は、ここの部分が A っていう、まあ、最初の定時部だから A でね。どの曲も最初は A です。スタートは A ね。で、もう一回同じことやって、で、B の部分っていうのがメロディーが、で、また A のメロディーに戻って、これで一つの、まあ、曲になっているとか、8小節、8小節で違う8小節、また同じ8小節っていう32小節の流れが、こうジャズはこう曲になってるんですね。その手前にイントロが、この A のコード進行の最初の部分を取って、こう、繰り返してるだけっていうのが、これが、この曲の構成になっています。なので、2ビートと4ビートっていうのを、これはベースが決めるんですね。で、2ビートっていうのは何かっていうと、ベースがトンタントンタッタランってやってるじゃないですか。だからこれ2分音符で、ワンツーワンツー。だから右手はベースと一緒に合わせて、このパターンを作りました。で、左足が、まあこれなくてもいいんだけど、タンタンタッタラン、まあこの方が押してあげる感じ。シンバルレガートって言いました。つなげる感じね。で、この時に、まあよく皆さんなりがちなのは、結構そーっと叩いちゃうんだけど、この2分音符はベースと一緒にこう、跳躍を合わせるのね。ベースがボンボンってこう跳躍してるのに対して合わせて、で、それを左足押す。で、4ビートになった場合は、こういうことですね。で、この2ビートと4ビートっていうのは、まあ、要はこの曲が AABA 起承転結になってるから、この点で展開するところで、まあ、リズム変えるのが通常って通常だけど、ここ2ビートのまま行く人もいます。もうハーモニー自体でね、展開してるから、別にリズム展開しなくていいじゃんっていう考え方もあるわけですね。AABA でやるでしょ、ね、で、ここだけ止まるのがちょっと2小節余らせてギターが埋めるんですけど、で、こういう AABA の曲の時に、この2ビートと4ビートの違いっていうのは、基本ベースが決めるんだけど、まあ厳密に、ここ中級者向けね、厳密に言うと、このため方と、このハイハットのため方の距離が違うのね。2だから大きいから、ため具合がちょっと深くなるけど、4ビートの場合は浅くなるんですよ。だから、ここの2ビートの時に4ビートのタイムでハイハット踏むと、多分この戦いをしてちゃんとしたベーシストで相手の音聞いてる人だったら4ビートに行きます。気持ち悪いから。で、逆に4ビートのとこもそのまま、これとドラムは全然変わってない感じがするけど、ちゃんと4ビートの、こういう違いがあります。シンプルにするとすごくよくわかるよね。で、左手とかは結局、まあ、ギターが自分で合いの手入れてるし、まあ、ドラムが入れるとその分減らせれるから、まあ、自分の歌に専念できるっていう意味合いはあるんだけど、まずドラムがやらなきゃいけないのは、このビートをキープするってことね。ここですね。で、このテーマが終わったらギターソロになります。ギターソロの部分も AABA と同じコード進行のまま、ワンコーラスやります。なので、まあ基本これを1回、2回、3回っていうふうに決まってて、例えば A のここの途中で終わるってことは基本あまりない。マイルスはやるけど、そういうとこがすごい。それはもう超越してるからいいんだよね。それ分かった上でそれをやるからいいんだけど、こういう途中で相手と交代するってことないんですよ。だからここら辺で目配せする、もしくはここら辺で
メロディーの引用が来ると終わった感じがするとかね、終わらせるフレーズをここら辺に置いておくと、あ、僕もうギターのソロ終わりなんだ、じゃあ次の人行こうっていうふうになるわけですね。だからアドリブやってるっていうのはここを自由にやってるんだけど、何回やっても構わない。で、ベースは、ベースのとこはここ別に2ビートじゃなくていいんだけど、まあ変化つけるために2ビートにしました。最低限の音だからね。で、ベースソロは8小節ごとにうったたんで区切ると大変だから、16小節ごとに区切ることにしました。これだとちょっとベースが余裕で歌えるかなって感じですね。こんな感じで、やっていきます。で、4ビートのところはですね、これ4バースっていうのは、これも AABA で、だから始まると4回を倍数でドラムソロは回ってくるんだけど、4小節をギターがソロ取って、でドラムで、まあ、ここ、もしサックスがいたらサックスの人がやったりする。まあ、交代交代。ここのアドリブは誰と喋るかわからないけど、ドラムとお話を交代交代でしましょうね。4バーストレードと言います。4小節、4バース、バーっていうのは縦線ね。これが4本来るから、で、4本来て、4本来て、交代交代。4小節っていう意味なんだけど、これのトレードと言います。まあ、日本では4バース、4バース、8バース、8小節ずつだと8バースですね。これ最低限にしました。で、ここも、この時に、ハイハット踏めたら踏めんでもいいけど、もう初心者だとなくていいです。なので、ここはあった方がいい。ここ、ちょっと寂しいでしょ。こう押してあげて、で、ここが入る時のフィルインということで、こういう感じですね。これ、4回目も同じことをやってます。なので、これ1回できたら、もう、半分できたみたいな感じね。で、このタドンドンを今度はモチーフで使って、タンタンをタンタンだとのタンタンにしました。で、まあここは今度ですね、タンタンウトトンのとこ、ここで、簡単でしょ？めちゃくちゃ簡単だと思うんだけど、これぐらいこう4小節ね、ワンツースリーフォーツースリーフォースリーツースリーフォーこうやってやっちゃえば全然いいです。そんな怖くないですね。みんななんかたくさん叩かなきゃって思うからすごく大変なんだけど、要はこういう骨格の部分だけできてたら、これに、こう合間を埋めていくと上級者っぽくなる。要は上級者は埋めすぎる人、埋めすぎるとモチーフが聞こえてこないので、モチーフがあってそこに肉付けをしていくって形をした方がよりジャズっぽいドラムソロになりますね。で、ラストテーマ、後テーマ、後のテーマということで、後テーマって呼んだりしますが、これも、2ビートと4ビート使い分けしてます。ね。で、最後のとこは2ビートのまま、タラララララ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 のとこは、タラネス、タバダバダと、こうね。止まるときは、さっきのここのとこも、ここのハイハットのとこも、こう。まあ、クラッシュで言ってもいいんだけど、音は、ここギター埋めたりとか、最後のとこもみんなでピタッて止まってるから、短い音表現するときは、ハイハットとバスドラムを忘れないようにしてください。譜面の読み方はね、また僕の譜面で、動画でありますので、まあ、関連動画として貼っときますから、この譜面を、どこでどう表記して、こんだけのことでできるんだ、みたいな感じでやっていただければ、非常にわかりやすいんではないかなと思います。なので、歌物って言われる曲の場合は、2ビートと4ビート結構使い分けます。2ビートの部分はベースがボン、ボンってなってるところで、ベースがどん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 って四分音符で弾き始めたら4ビートになります。その時は、2ビートの時はバスドラで補強してもいいんだよね。距離が遠いじゃん。だからその4ビートだとこう一緒これで来るけど、こうベースがこの距離遠いから、ベースの、でもこれあんまりやるとバスドラ大きくなりすぎるんで、なのであえて今日は入れませんでしたが、そういうふうな形で、こういうふうにするともうよりサウンドする、よりサウンドする、で最低限のサウンドを今日こんだけの音で作ったので、これができたらこれの上に今まで僕たちがやってるの乗っかってるんだって分かってもらった中級者の人もなんか気づきがあると思うし、初心者の人はこんだけできたら曲になるんだ、じゃあやってみようかな。電子ドラムなんてパッて家にあるとこんだけでね、僕電子ドラムだけでやってるから十分できるんじゃないかなと思いますが、ぜひトライしてみてください。というわけで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。メルマガの登録していただけたら資料送りますので、ぜひ、登録してください。本日はありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。
今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。